皆さんこんにちは、クリプトンです。今回はエンチャ解説第3弾、防御エンチャ編をやっていきます。それでは早速どうぞ。チャンネル登録よろしくね。一つ目のエンチャはガードストライクです。このエンチャは近接用で、倒すとダメージを半分にしてくれるバリアを張ってくれます。近接で倒さないといけないので、高火力の近接ビルドに相性がいいです。タワーで愛用してます。もはや必須エンチャ、ポーションバリアです。回復のポーションを使用するとなんと、ダメージを 90% カットしてくれるバリアを張ります。本来のポーションのクールダウンは40秒ですが、英雄、勇者のアーマーを着たり、リフレッシュを用いたりしてポーションのクールダウンをすることで、バリアを永続させることができます。一番シンプルな防護エンチャです。つけるとダメージを 15% 軽減してくれます。ダメージ軽減の方法は他にも、35% ダメージ減少の防具やアイアンハイドアミュレットなどがあります。常に安定して防御力を高められることが利点です。しかし、あまり軽減率は高くなく、ほとんどの場合ポーションバリアで事足りてしまうというのが現状ですね。ここからはダメージ軽減ではないですが、生存率を上げてくれる防具エンチャを紹介したいと思います。まずはデスバーター。ステージでエメラルドを一定額集めると、HP が0になってしまっても生き延びることができます。とても強いのでまだ使ったことないという人は、ぜひ試してみてください。毎秒敵を負担させてくれます。エンチャ枠が余っているならつけていいと思います。タワーでも重視していただきたいエンチャです。すごく安全になりますよ。霊気は2秒ごとに敵の動きを遅くしてくれます。敵のエンチャについている霊気のように常時発動でないのが残念ですが、それでも十分強いです。敵だけちょっとずるいですね。ヤナドの飛び道具を退けてくれます。これも敵の変更のように 100% 発動じゃないという劣化版ではあるのですが、タワーや序盤では大活躍です。死ぬと HP を増やしてくれます。結構増えるので、よく死んでしまう人にはおすすめです。というわけで防御エンチャでした。次回はスピードカセットエンチャ編です。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またねー。